こんにちは、アバブバイクストア須崎です。今日ご紹介する、バイクは、ハンドメイドで作ったマットマンです。なんか最近、マットのペイントがまた少し増えてきているような雰囲気ありますね。ハンドメイドで、マッチペイントをしてあるフォークとステム、あとシートポストカラープランみたいなものが、これをオーダーしてくださった方が、グラフィックのデザインなんかをやられている方なので、非常に、明確にご指示いただいて、大変やりやすかった、バイクです。まあ、やりやすいとは言っても組み付けとか、作り込みとかは非常に難しい、ものもたくさんあったんですけれども、今日はこの自転車をご紹介します。ハンドルは、イーストンの EC70 ですね。インターナルで処理してあるので、この EC70 っていうのはイーストンカーボン70っていう、グレードなのかな。 EC90 っていうのもあります。で、エアロの、ハンドルバーなので、この内側のこの穴分かりますか。この部分が内装処理といって、中を通ってここからまた出て、で、油圧ブレーキになってます。コンボはスラムのライバルです。で、ライバルすごく良くて、まあ、もちろんフォースの方がいいんですけど、このブラケットに関してはライバル結構いいと思います。大きく違うのはこのレバーが、このタブもそうですけれども、カーボンになっているかアルミニウムか、大きく違うのはその部分だと思います。性能的にはそこまで大きく変わらないと僕は思っています。で、右前のブレーキで今回組みました。で、僕は、コロンバスのカーボンフォークを使ってます。コロンバスのカーボンフォークいいところは、この部分がこのちょうどクラウンに当たる部分がすごく薄いんですよね。なので、タイヤのクリアランスがこれだけあっても、サイズがそこまでこうグッと背が高くならないっていうのがいいかなと思ってます。で、フラットマウントがありまして、フラットマウントでやっぱりここもインターナルになってて、ローターは 140mm のTRP のものを使いました。ホイールはビキッドです。で、チューブレスで組んであります。で、タイヤはシラクのマットタイヤですね。 IRC です。 IRC、すごくいいタイヤだと思います。今の段階ではいろいろと、なんて言うんでしょう、練習用だったりとか、チューブレスのタイヤってそんなにたくさん選択肢はないんですけれども、もし迷ったらこの IRC の、タイヤをチューブレスのタイヤで選んでみてください。これは裏切らないと思います。で、CX で使うときは少しシーラントを多めに使ってほしいのと、僕たちがよく使うシーラントをご紹介しますね。今持ってきます。これです。スタンスのチューブスのシーラントで、レースシーラントっていうのがあるんですよ。で、このレースシーラントっていうのは、普通の、携帯用の小瓶みたいに入っているタイプ、あれは口が細くて携帯できて、応急処置的にこのバルブのコアを抜いて、ここから
チューッとこう入れるような、細いストローのような形状で入れることができるようになってるんですけれども、イメージとしてはあのシーラント、あのシーラントじゃなくて持ってきた方がいいですね。このシーラント、スタンスノーチューズのタイヤシーラント、これはこういう作りになってて、分かりやすい、分かる、間が空いてストローみたいになってるね。これは携帯できるようにチューブレスの状態で携帯できるようになっていて、で、中の中線を取ったらこの状態で、例えばここバルブコア抜いてここからキュッと入れられるような作りになってるんですよ。でしばらくこれのレースシーラント出るかなと思って、レースシーラントの携帯用出るかなと思って待ってたんですけど、出ない、いつまでたっても出ない、ね、出ないのって聞いたんです。聞いたら出ないそうです。なぜならこのレースシーラントっていうのはここまで全部シーラント入ってるんですけど、それのだいたい3分の1ぐらいかな、このぐらいまで これこういうファイバー状の繊維がたくさん入ってるんです失礼それがこれの中でファイバーが3分の1ぐらい入っていることで、中でそのファイバーが隙間を塞いでくれて、こういうのがね、もっと死ぬほどいっぱい入ってます。こういうのが髪の毛みたいなのが、でそれが、塞がって、空気が漏れる量を、調節してくれて、チューブレスで運用できますよっていうのがチューブレスレディなんですね。で推奨値っていうのはだいたいロードバイクで考えられていることが多くて、これでだいたいなどんぐらい、 120とかを、前後に使って60しか入れない人とか、そうですね、ホイールの精度にもよるのかもしれないですけど、結構シクロクロスとかをやろうとするとタイヤって空気圧非常に空気圧低い状態で抜くんですよね。なので、タイヤはこうバンプするだけじゃなくてよれてねじれてこうサイドをできるだけこう接地面を増やしてずるずる言わせながら走ることを想定して組んでいってますので、割とシーラントの量なんかは、少し多めに入れることをお勧めしています。60だった、あ60か、うん、これで 60mg なので僕たちこれ多分2本ぐらい入れます。で2本分重くなるじゃないかって思うかもしれないんですけど、液体は揮発しますので、気化して、中で蜘蛛の巣状にウェブネットのようにこう空気を漏れないように止めてくれるシール剤のものだけが残るんですね。なので最初は少し重量感を感じるかもしれませんけれども、使ってるうちに揮発して、空気のような状態で液体の重さはあんまり意識しなくても大丈夫だと思います。全然抜けてないよね。全然抜けてない。結構量入れるよね。どんぐらい？ CX の時は片タイヤ100以上入れてるっていうのを言いましょう。はい、
てる。あ、入ってる。CX の時は、結構遠慮なくじゃんじゃん入れます。だいたい120から150ぐらいをレースシーラントを入れています。入れすぎぐらいで、いいかなって正直思ってて、入れないよりかは入れて空気が漏れてしまって、トラブルになったり、レースでドントフィニッシュになってしまったりするよりかは DNF するよりかはよっぽどそっちの方が結果を残せると思うので、結構量は入れていってます。話がちょっと脱線しましたが、シーラントの話は、また今度ちょっとしっかりやろうと思います。でおすすめするのはこのレースシーラントです。これでいくらぐらいだっけ？4000円ぐらい。でこれを、例えば CX とかで、チームで持ってたりとか入れるときが、ね、結構厄介なんですよ。タイヤのこういうところからインジェクションでガッと入れると結局これがなぜ出ないかっていうと、ここにファイバーが詰まってしまって入っていかないんですよね。でそうするともうシーラントがその場でバッと爆発して自分たちにかかるっていう、ことがよくあるので、僕たちはタイヤをはめる際に少し開けておいて、そこからこれをよく振ってでこう外してダバダバダバッと入れるような感じで、量は調節しながらそういう風な形で使っています。それが、比較的確実だと思いますし、なんか止まらないより止まった方がいいと思うので、そういう風な使い方をしています。で、IRC のタイヤは、やっぱり漏れづらいですよね。でこういうところ見えるかな、こういう継ぎ目、このパネルで継いでるところがこういうところから漏れるタイプがあるんですよ。でそこはそこに対してこうすくうように、ちょっと分かりづらいんで今度やります。今度じゃあ日を改めてそれはご紹介しようと思います。コンパスかなんかでやると分かりいいと思うのでそれをやります。で、脱線しました。今回の仕様はローター CX1、BB は、T47 という、クリス・キングとアルゴノートとホワイトインダストリーとアラゴンマシンワークス、アメリカの西海岸にある会社がいろいろと協力して、作ってきた30ミリスピンドル、24ミリスピンドル、いろいろ多様化する、BB の規格に対して、ある程度の、許容値でどんなものでも、しっかり、対応できて、かつ、プレスフィットの方式、スレッドフィットの方式、いろんなやり方があるんですけれども、それが、しっかりと対応できるような、規格のものになっています。ダウンチューブが少し、太くなっていまして、チェーンステンも潰しを入れてこうペダルの時に、ヒールクリアランスをしっかり確保できるような作りにしました。シクロクロスってペダリングが非常にラフになりやすいので、シートステイもしっかり曲げを入れてます。でその曲げが、極限までちょっと今回は曲げてみようっていう風なところで、こんな感じになりました。かなり攻め攻めでこんな感じです。
かなりタイトな感じですけれども、こんな感じのものができるのも、ハンドメイドの良さだと思います。一応シクロクロスにロードは持ってらっしゃる方だったので、ロードバイク以外のシクロクロス、ダートを走ることをメインに、作りたいという、お作りさせていただいたバイクなので、前後ともにローター、ディスクのローター、油圧ブレーキのディスクのローターは 140mm ローターを入れました。フロントは 12mm スルーアクセルで、リアは142のスルーアクセルがついています。サドルはアリオネで、リアのスロケットは11の18で、ミドルゲージがついて、こうこのクラッチがすごく効いてて、かなり手を挟んだりとかすると痛いと思うんですけど、こういう風にロックさせてからホイールをスルーアクセルを抜いて抜くっていう風な、そういう仕様で組んでいます。こういう風なことができると、かなりこう激しく乗ったりした時でも、このクラッチがしっかり効いてると、チェーンステイに当たりづらくなったりするので、保護的なところでも非常にいいかなと思いますし、今一番チェーンテンションが緩い状態なんですよね。でもこういうふうなこのぐらいの、テンションがキープできているのが、スラムの素晴らしいところかなと思います。今ちょっとシッティングさせてみます。このハブのラジエットはこんな感じの音がします。で、今一番ロー側まで、ディレイラーを持っていたんですけど、もう分かりますか、チェーンテンションバチバチなんですよ。こういう風な乗り方ができるのが、割とスラムの、強さだったりするかなと思います。で、一応こういうふうにケーブルをですね、ちょっとずれちゃった、保護してドローをできるだけワイヤーの中とかに入れないような仕様で、シクロクロス車は組んであります。ストアのインハウスで、ハンドメイド製作されたマットマンをご紹介しました。一応この車体で重さが、まあ、多数カーボンパーツ使ってるんですけど、フレームはスチールなんですね。で、大体 8.4 ぐらいです。176cm の方がお乗りになる車両で、今の状態で 8.4kg でした。また、違うものもご紹介していこうと思います。アワグバイクストアではこういうふうな、ハンドメイド製作した、バイクを得意とさせていただいております。価格としては本当にマスプロが作る自転車に比べれば大体まあそれの倍額ぐらいにはなってしまうんですけれども、非常に満足度の高い、自転車が出来上がると思います。ぜひ皆さんのご相談をお待ちしております。
それではまた。